本日は逆転勝利おめでとうございます。あのボールの方を最後まで追っかける姿勢が、目立っていたと思うんですけれども、今日の試合を振り返っていただいてよろしいでしょうか。まあ、絶対に、まあ、青森山田も、まあ、自分たちのチームも、まあ、すごい走りとかベースの部分を強くみんな持っていて、まあ、そこでは絶対に負けれないと思ったので、もう最後まで全員で声出して走り行きました。それでは明日の試合に向けての抱負をお願いいたします。明日の試合も自分たちのサッカーというのを貫いてしっかり勝っていきたいと思います。